ちは。ヨガのインストラクターをしてます、牧野真紀と言います。初めての方もいらっしゃるので、はじめにちょっと自己紹介をしたいと思います。私がそもそもヨガを始めたきっかけは、今から15年ぐらい前、2次ヨガブームって言われた時に、その時は深く学びたいっていう方ではなくて、あるスポーツジムの中でヨガのレッスンがあったので、そこに参加してみて、参加することで体も心も気持ちよくなったので、そこから、それがきっかけになります。で、そこから2年ぐらい続けたんですけど、長女を出産して全く運動をしない日が続きました。そして、生活していくにつれて、毎日の生活の中で少しバランス、精神的な部分でもバランスを崩すことが増えて、でもこれでは良くないなと自分の中で何か変えたいという気持ちから、いろんな本を読んだりしたんですね。で、そのヨガの本の中にとてもいいことが記されていて、普段の生活の中でお家をきれいにするだとか、感謝をする、あとは汚い言葉を使わない、まあ、いろんな、した方がいいよっていう教えがあったんですけど、それをたどっていくとヨガの教えにつながって、ヨガっていうのは一般的には、今だとポーズをすることが多いんですけど、ポーズだけじゃなくて精神的な学びもあります。で、その中で精神的な、学びを生活の中で取り入れていくうちに、自分もバランスが取れて、今も学んで、実践している段階なんですけれども、10年前の自分と、こう振り返ってみることで、あの頃よりはすごくバランスが取れるようになったので、今は、東三河を中心にヨガの、活動をさせていただいています。その中で、心の面で救われた教えで、ヨガの中で山、ニヤマという2つの、教えがあるんですけど、山は、人としてしない方がいいよっていうことで、2つ目のニヤマは、毎日の生活の中で実践したりとか、取り入れた方がいいよっていう教えになるんですが、その中の、今日はニヤマの1番目に来るシャウチャ、清潔にするっていうことを、一緒にシェアしていきたいと思います。で、そのシャウチャですね、現代人は物をこう溜め込むことがすごく得意なんだけど、逆にこう排泄する、手放すっていうことがとても苦手な生き物とされています。で、お部屋はもちろんきれいにするっていうことが、生活の中で取り入れた方がいいっていうことなんですけど、私のお部屋とかお家をきれいにするっていうのもとても大切なことなんですが、私が尊敬するヨガの先生で、公共の場のトイレに行った時に、汚れていたら掃除をするという先生がいらっしゃいました。私はそこまでなかなか段階が踏めていないので、自分のお家をまずはきれいにするっていうところから始めているんですけれども、皆さんもできるところから始めてもらったらいいかなと思います。で、一つお家をきれいにするっていうことと、あと二つ目、体もきれいにしていくということです。心もどん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 いろんなものを吸収して溜め込んでしまいます。で、いいものがこう多ければいいんですけど、人からいろんなことを言われて、嫌なことがどんどん蓄積していくと、やがてそれがどん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 重なっていくことで病気にもつながっていきますので、できるだけ心の中もきれいに保っていくことが、大切になると思います。で、その、心をきれいに保つということでおすすめになるのが瞑想です。
で私も瞑想をこう学んでいる途中なんですが、瞑想が得意なのが、チャーミンあずささんがいらっしゃるんですけれども、とても私よりもすごく学ばれているのでいや私も自分っていうよりはヨグマの相川恵子さんのところで学ばせていただいてますので、ぜひぜひこちらの瞑想に興味がある方は足を、はい、運んでください。よろしくお願いします。で瞑想を取り入れていただきたいのと、あと一つは食ですね。食も大切になります。できるだけ自然なものを取り入れてもらった方が体の中も負担が少なくて、清潔に保っていけれるかなと思いますし、添加物は体の中にたくさんこう溜め込んでいってしまいます。で外に出していくっていう力も弱くなっていくので、できるだけ自然なものを取っていただくのがいいと思いますが、慌ただしい、生活をしているとそれもねなかなか難しいので、初めは1ヶ月に1食から始めてもらうのもとてもいいと思います。もう毎日それをやるってなるとそれがどうしてもストレスになってしまったりすることもあるので、人それぞれですが、できる範囲で無理なく、始めてもらうのがいいかなと思います。あとは今この世の中こうコロナで、たくさんの情報が飛び交っていますが、欧米に比べて日本人がこう感染が少ない原因の一つとして、日本人は昔から発酵食であったりとか海藻をたくさん食べていることも、こう感染のリスクを下げているっていう情報も一つとしてあるそうなので、できるだけ自然なものを食べていただくといいかなと思います。で今言ったようなことを意識して少しずつ生活の中に取り入れていただくことで、自分と向き合えるようにもなりますし、何より自分が、生活が楽になっていって、より豊かな生活を送れるようになると思いますので、ぜひできることから始めていってもらえたらと思います。で、清潔に保つというところで今日おすすめするのがテニスボールです。なかなかヨガをこう毎日ヨガマット引いてヨガのポーズをするっていうのは、大変なことなので、まずはこのテニスボールで体をほぐしてもらう。でテニスボールは何かしながらでもできます。テレビ見ながらでもできるし、椅子に座った時にこう足裏でゴロゴロしてもらうことで足元もほぐれていきます。あとは日本人で多いのは肩こりと腰痛ですね。寝転がるスペースがあれば肩の下にテニスボールを置いていただいて、ちょっとこうコロコロしてもらうと肩周りがほぐれていく。そして硬いところは滞っていたり悪いところですので、ほぐしていてちょっとこの辺痛いなとか硬いなっていうところは少し時間を長めに使ってほぐしてもらうと肩周りはすっきりしていきます。あとは腰痛です。腰痛の方はだいたい背中から来たりとかお尻が硬いことも多いので、お尻の下にテニスボールを置いてもらってコロコロしてもらうとお尻の筋肉もほぐれていきます。でお尻は大きな筋肉がついているので、大きな筋肉を刺激してもらうことで代謝も上がったり、循環機能も高まっていきますので、テニスボールはおすすめです。全身全部つながっているので、お尻とか腰肩だけじゃなくて手のひらでもいいですし、もう全身使えますので、またよかったらテニスボール、お値段もそんなにしないので手頃なお値段で、購入できますので、またよかったら生活に取り入れてみてください。
では皆さんがより健康でより豊かで、幸せな生活が送れますように心から祈ってます。ありがとうございました。